大橋巨泉は、日本のテレビタレント、放送作家、元参議院議員。テレビ司会者のほか、競馬評論家、ジャズ評論家、時事評論家としての活動も行い、場所でもあるなど、日本のマルチタレントの先駆けとなった。実業家、芸能プロモーターとして、OK プロダクションを創業し、取締役会長を務めたほか、海外でお土産物や、OK ギフトショップを経営する。 OK ギフトショップグループの取締役社長を務めた。OK エンタープライズ所属。本名は大橋勝美。芸名の小泉は、もともとは自身の会合である。なお、多くの芸能人や関係者、視聴者が、小泉、小泉さんと呼び、大橋と呼ばれることは皆無に近かったため、本校では本人の認証を小泉と記述する。東京府東京市本庶両国生まれ。 祖父は江戸切子の名人、大橋徳松。実家は両国でカメラの部品製造、小売りを制御とする大橋商店を経営していた。同じく実家がカメラ屋の萩本金一とは店同士取引があり、幼い萩本と小泉はその当時からの知り合いである。小泉の実家製作のカメラ、ロールライトの現存する2機は萩本と 杉山孝一が所有しているとも語っていた。本属立高等人上昇学校を経て、第二次世界大戦の選挙区悪化に伴い、1943年7月から千葉県三部分横芝町に疎開し、横芝国民学校4年に編入。敗戦直後、横芝の自宅でおじが所有するジャズレコードを見つけ、アメリカへの憧れが強くなる。 1946年、千葉県立成東中学校に入学。1947年、東京両国に再度移った。アメリカへ行くには、英語の習得が必要と考え、当時朝鮮戦争の特需もあり、家業のカメラ商売に役立つと親を説得し、アテネフランス英語科で英語を学ぶ。日本大学第一中学校、高等学校を卒業し、 ジャーナリストになって、アメリカへ行こうとは世田大学第一、政治経済学部新聞学科へ進学するも中退。大学生の頃はほとんど勉強をせず、テストではカンニングをしていたという。大学卒業を諦めた理由は、当時の大学は1年次から2年次にかけて、教養課程があり、人文科学系や社会科学系に加えて、自然科学系科目も必修だったのだが、 苦手な理数系科目での単位取得が望めなかったためである。後に、早稲田大学を中退したタレントは出世するという伝説の走りとなった。早稲田大学の学生時代から、当時ブームだったモダンジャズ、コンサートの司会者として活躍していた。なお、大学在学中に俳人としての活動もしていた。小泉という芸名は、配合で、戦前の郷土玩具画家である。 川崎巨泉とは関係ない。アイデアが泉のように湧き出るようにと最初、大泉を考えたが、それでは名字も名前も大がつくので、大の巨人ンということから大を巨に変えて、小泉とした。二年後輩の寺山修司と出会った時に、こいつにはかなわんと思って、俳句の道から足を洗ったという。また1956年頃には、主に、 ラジオテレビの音楽番組評論をするときのペンネームとして、いけませんなりの名前も使っていた。最初の妻であるマーサミヤケと結婚後、中野区のガタ住まいを移し、実家の大橋商店に勤務するも、自分にはサラリーマン生活は無理とすぐに辞める。ジャズ喫茶に出入りするうち、ジャズ評論家、放送作家からテレビ司会者に進出、弁舌家のタレントとして人気を得る。 この方面では、同じく放送作家出身の前田武彦と人気を2分し、この二人で日本テレビ小泉全部ゲバゲバ90分の司会を務めた。放送作家としてテレビの裏側にいた小泉がテレビ出演という表舞台に進出するきっかけになったのは午後11時の開始だった。新番組の感想をディレクターに尋ねられた小泉は、麻雀、競馬、ゴルフ、 釣りなどの遊びを取り上げてみたらと提案した。当時はテレビにとってギャンブルはまだタブーだった時代にも、かかわらず、小泉の提案は受け入れられた。しかし、そのコーナーの進行役を務める適任者が見当たらなかったため、ディレクターは小泉自身に出演を持ちかけ、コーナー司会者として起用された。その後、番組全体の司会者であった小島正夫の旧姓もあり、小泉が、 メイン司会を務めることになった。1960年代から1980年代に、かけ、午後11時や TBS、クイズダービー、毎日放送、TBS、世界丸ごとハウマッチなどの司会で名を馳せる。野球は、巨人、司会は、小泉のキャッチフレーズ通り、競馬や野球、麻雀の評論でも活動し、日本放送、 大橋巨泉の責任プロデュース日を競馬日本のメインパーソナリティも務めた。その後、1990年3月に56歳になったし、身を引いて司会業は長くやるものではない。と、TBS、ギミア、ブレイク以外のテレビラジオのすべてのレギュラー番組を降板し、メディア業界からセミリタイアした。特にクイズダービー内で小泉は、 女性出演者に対してよく下の名前で呼んでいた。例として長年の4枠レギュラーだった竹下恵子には恵子ちゃん2枠レギュラーだった山崎広子にはひろこなど。ただし山崎の後の2枠レギュラーだった井森美雪に対しては美雪よりも上の名字の井森で呼ぶことが多かった。また2015年5月に放送された中井正宏の金曜日のスマイルたちへ ないの、クイズダービー復活版でも、当時すでに61歳となっていた竹下に対して、稽古ちゃんと呼んでいた。このようにタレントを呼び捨てにしたり、馴れ馴れしく呼ぶスタイルの司会者は当時では珍しく、タレントを呼び捨てで呼ぶのは、小泉にとって、壮大、ジャズ業界、司会業の先輩にあたる小島正夫の、ステージの上にいる者はギャラをもらって商売してるんだ。 下で見ている人たちは金を払って来ているお客様だ。売っている人間同士が買ってくださるお客に対して、さん付けで紹介するなんて、それこそ失礼だと思わないかという教えを守ったためで、ある。そのため、久米博、田森た人武、ビートたけし、あかしさんま、島田などといった現在では、大物の司会者たちも、久米、田森、武、たけし、さんま、と呼び捨てしていた。 番組共演者にニックネームをつけるのを得意としていた。クイズダービーでは、国鉄広氏には、裏切りたぬき、篠沢秀夫には、教授、花平には、宇宙人、竹下稽子には、三択の女王、常連ゲストの松崎しげるには、クイズの帝王と、それぞれつけた。また、世界丸ごとハウマッチでは、石坂孝二を、本名の武藤平吉にちなむ、愛称、平ちゃんと呼び、 ケント・ギルバートには、ネギルバート、チャック・ウィルソンには、ケイチャックと、それぞれつけた。このようによく出演者にニックネームをつけて呼ぶという、やり方は、前田武彦に習ったものであった。また、同じ午後11時の司会であった、相川金也を筆頭に、在津一郎、玉木博士、藤村俊二、前田則夫ら、同じ1934年生まれの芸能人らと、 昭和9年会を結成した。午後11時では、お色気だけでなく後派の社会ネタ、小泉の考えるシリーズが月曜日を中心に行われており、当時のプロデューサーがたまたま、アメリカ合衆国での福祉取材中に見た、レイバーデーテレソンをヒントに、考えるシリーズ内で行われた、世界の福祉を取り上げた番組からの派生企画として、24時間テレビ、愛は地球を救うに発展。 日テレ開局25周年記念の目玉企画として行われた記念すべき第1回放送で萩本欽日、ピンクレディーラと共に総合司会を担当している。OK ギフトショップオークランド店1973年、カナダのバンクーバーに日本人観光客が日本語で買い物できる土産物店 OK ギフトショップを開店し実業家に転身した。その後、 カナダ国内では、バンフとナイアガラに回転したほか、オーストラリアのゴールドコーストとケアンズ、ニュージーランドのオークランドとクライストチャーチにも展開し、3カ国7店舗まで事業を拡大した。湾岸戦争、アメリカ同時多発テロ事件、クライストチャーチ地震などの影響があったものの、同店舗のみ取り扱う限定商品の販売や、大手旅行代理店とのタイアップ。 日本語の通じる店員が常駐するなどの面で評判が良く小泉市巨語も継続して運営されていた。しかし新型コロナウイルスの影響で2020年6月をもってカナダ国内の店舗を全店閉鎖し OK ギフトショップカナダは廃業した。オーストラリアとニュージーランドの現地法人は引き続き経営を続けている。カナダ以外にオーストラリアとニュージーランドに進出した。 理由は、カナダとは、季節が逆の南半球に出店することで、観光客が激減する冬季の売り上げを補う必要があったためだという。一方で、隣国アメリカには、地元からの強い要望があったにもかかわらず、出店していない。小泉はその理由として、アメリカは、重犯罪などの治安がものすごく悪化していたため、自分の店の中で、来店客や、 従業員に重厚が向けられるのをひどく恐れたためで、あると述べている。オーケーの名は、オーナーの大橋巨泉と、共同経営者で、カナダ日経人協会会長などを務めた、ゴーオードンカドタの二人の名字イニシャルから取られており、日本のスーパーマーケット、オーケーストアとは、関係がない。競馬評論家としても、積極的に活動していた。プロの調教師が出してくる以上、 8分以上の出来に、あるとして、出走各場の状況を見ないで予想したことから、書斎派の筆頭角であった。産経スポーツや、1980年代後半まで、小泉で、バッチリのタイトルで、競馬8の競馬予想のコーナーで執筆していたほか、中央競馬ダイジェストや、日曜競馬日本に出演していた。小泉は、当時、競馬ファンに、 最も影響力を持つ論客として知られていた。ファン目線での評論が多く、しばしば競馬会全体を批判することもあった。その最たる例は、第1回ジャパンカップにヨーロッパの馬を招待しなかったことに対して、なぜイギリスやフランスなどから呼ばないのか。と、日本中央競馬会の機関紙《優秀や産経スポーツで痛烈に批判したことである。また、 天皇賞の勝ち抜き制度に対しても、競馬トの小泉ではっちりで、批判を繰り返していた。府中の戦八8展開いらず、競馬は所詮いい加減なものという競馬格言は、小泉が作ったものとされている。決闘と展開と機種で推理し、しばしば長距離の逃げ馬を的中させていた。谷岡一郎が、本命2千円、対抗千円、穴、大穴、 枠流し500円で小泉の予想と結果を GI レースのみ計算した結果、戻ってくる金は掛金の80.83%であった。これでは負け越しだが、競馬の向上率が25%前後であることから、平均してそれ以上の戻りがあった小泉の予想を優れたものと結論付けている。中央競馬の場所でもあり、1973年には所有馬のロックプリンスが、 東京優春に出走している、竹室ビートという名前の馬も所有していた。シンボリ牧場オーナーだった、和田智弘、騎手、調教師だった、野平雄二と信仰が深く、スピードシンボリが海外遠征した際には、ロンシャン競馬場へ両者と行動を共にした。また、日本ダービーに出走する競走馬を登録するために馬種が支払う登録料の増額を実現させたのも、 小泉である。登録料の上限が1万円だった当時、1万円だったら、まあいいや、みたいなダメ元出走が出てきて、レベルが下がると苦言を呈し、レースのレベルを高め、本当に勝ちたい馬だけが出走できるように仕向けて、競馬法の改正、登録料増額につなげた。1988年、自身のセミリタイヤから1年早く、競馬評論から、セミリタイヤした。 きっかけは、1988年の天皇賞の、オグリキャップとタマモクロスの一騎打ちムードの状況で、登録料が1万円と安いから、勝負になりそうもない馬が何頭も出てきているといった、内容を、小泉が当日のラジオの中継で話したことが発端であった。それに対し、同競争に、レジェンド帝王を出走させていた、三保の田村俊紀と市長教師が、週刊競馬通信に、 大橋巨選手に物申すと題する抗議文を送付し掲載された。それに対し小泉が産経スポーツのコラムで反論し、さらに田村が反論するという論争にまで発展したが、やりとりの中で小泉は競馬サークルの閉鎖性やぬるま湯大室に失望し、産経スポーツ市場にて救出を宣言した。なお田村とは数年後に和解し、田村は 小泉の追悼記事に、週刊ギャロップで和解した時の思い出を記載し、小泉を評価している。競馬評論家のセミリタイア後、2006年に、競馬01市場において、約20年ぶりに競馬をテーマに、新山とスピードシンボリと題するコラムを執筆した。2009年の著書、やめたらでは、三連単馬券について言及し、三連単は、ギャンブラーの社交心を煽ると反対。 否定的な考えを示した。また、マフィアのボスは三連単は買わないとも言及した。また、三連副馬券や馬単馬券についても同様に反対、否定的な見解を示した。ディープインパクトの引退が発表された際、ファンや各マスコミから来年も走ってほしかったという意見が大勢だった中、小泉はあんな小さい体で、 来年も現役だの、海外遠征だの冗談じゃないよ。と陣営の引退の判断を指示した。その他、当時騎手だった、藤田真嗣の著書、騎手の一分の感想を、週刊現代の自身のコーナー、今週の遺言で述べたりもしていた。セミリタイアは小泉が出演中の、ギミア、ブレイク、以外の全番組を交板する際の記者会見で、使った表現で、完全に芸能界、 放送会と縁を切る引退、リタイアではないことを強調したものである。なお小泉は50歳でセミリタイアする人生設計を描いていたが、各方面からの移住や49歳の時に始めた世界丸ごとハウマッチでの石坂工事やビートたけしとの絡みが楽しかったこともあり、56歳まで仕事を継続した。その後、セミリタイアは、 早くから蓄財しておき仕事が好調のうちにやめ、悠々自的に過ごしながら余裕のある時に仕事もするという意味合いの言葉として定着している。同じような形で芸能活動の一線から退いた司会者として吉村マリラがいる。吉村は小泉と同じく司会者として絶頂を極めていた50代でテレビの第一線から引くことを宣言し、 以降はスポットでのテレビ出演に止めている。2001年に当時民主党の幹事長だった、菅直人が参議院議員通常選挙への出馬を依頼した。これを受け、最大野党、民主党から第19回参議院議員選挙の比例代表候補として、立候補し、当選、6ヶ月間議員を務めた。立候補打診を受けた当時、すでに外国暮らしをしていて、 選挙運動のために帰国するつもりはない。党の方で選挙運動をして私を当選させておいてくれと言っていたが、さすがに反発が強く帰国して選挙運動をして党内第一位で当選。当選後すぐにアメリカ同時多発テロ事件が起き、これをきっかけに安全保障問題をめぐっての当時民主党代表、鳩山幸夫ら当時の党執行部との考えの違いが鮮明になる。 アメリカ同時多発テロ事件を非難する国会決議にはアメリカを支持するとの文言を理由に民主党でただ一人反対。また、インド洋への自衛隊派遣に伴う自己承認にも反対するなど短期間でいわゆる造反を連発した。また、8月6日の民主党両院総会では小泉は鳩山に社会主義インターナショナルに加盟し、 センターレフトの党としての性格を鮮明にせよと迫ったが、鳩山から民主党のコンセンサスではないと却下されている。こうした党との意見の違いによりわずか6ヶ月で辞職。これに伴い、鶴マ丸手が繰り上げ当選した。辞職の弁では、日本の民主党がこれほどまでに反民主的な集団とは思わなかったと述べた。辞職会見の時には、 旧社会党系の民主党議員や社会民主党の女性議員が小泉さんやめないでください。やめて、やめないで、やめるのをやめて、などと辞職する小泉を止めようと説得する場面があった。この時小泉はこれはやめるって会見じゃないんです。すでに辞職願いを出して受理されました。もうやめたんです。と説得する女性議員に向かって述べた。 比例代表で当選した議員がその党の路線への不満を理由に辞職することについて各方面から批判された。当時内閣官房長官だった福田康夫は会見で職場放棄だと批判したが小泉は爆笑問題の日曜サンデーに出演した際この発言を引き合いに出し当時首相であった福田が唐突に辞意を表明したことについて逆に批判している。後に 小泉が語ったところによると、中村厚らが結成した緑の会議への移籍を一時、真剣に考えたという。また、当時党内で小泉と意見が近く、鳩山らの執行部ともたびたび対立していた、横道高広、赤松広高、う方幸たら横路グループが、もしも、離党、新党結成へと踏み切っていたならともに、参加しただろうとも述べている。議員辞職後は、 民主党を強く批判するスタンスをとっていた。後に、再び民主党に歩み寄る姿勢を見せ、民主党政権の誕生を望んでいるような発言も、していた時期もあったが、一方で民主党が保守に寄りすぎているという認識は同じで、民主党が自民党化することに警鐘を鳴らしている。そのため、二0九年第十五回衆議院議員総選挙では、民主党の勝ちすぎを警戒し、 社会主義的な理念を持つ政党が一定の影響力を持つことが必要として、比例区では社民党か日本共産党に投票するよう進めた。毎年11月中旬から翌年3月中旬まで、オーストラリアとニュージーランドに5月のゴールデンウィーク後から9月中旬までカナダに滞在し、OK ギフトショップの管理の傍ら、ゴルフを楽しむなどの生活を送った。 この太陽の動きに合わせ居住地を移動する生活形式をひまわり生活と呼んだ。日本に帰国するのは3月末からゴールデンウィークまでと9月中旬から11月上旬までであった。生居まで一貫してこのスタイルで生活していたことから出稼ぎタレントのパイオニアとも呼ばれるようになった。海外移住先をハワイではなくカナダ、オーストラリア、 ニュージーランドにした理由について、友人である、元日本テレビプロデューサーの伊原高忠がハワイに移住したが、ハワイは物価が高く、ゴルフ場料金も高いため老後の移住先として、不適格と判断したため、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの順で永住権を取得している。セミリタイヤ後も、帰国時は、笑っていいとも。や、 ニュースステーションといった生放送番組を中心にゲスト出演していた。特に、海運。何でも官邸団には通算32回出演しており、最多ゲスト出演者となっている。また、たけし、たもり、しんすけ、くめひろしなどは番組内で、小泉の話題が出ると、偉そうに、お前の番組に出てやると、偉そうに言ってくる。勝手に自分が出演する日を決める。 フルリタイアしてほしいなどとネタとして罵倒するのが恒例となっていた。バラエティは生放送じゃなきゃダメ。今の番組はすぐにスタッフの意向でハサミを入れるから出演者の面白さが全部切り取られている。映画は監督のもの、テレビはホストのものが口癖だった。なお、本人も日本に帰ってきた際、オファーがあれば収録番組にも出演するが、 実際自身が主張する番組は生放送の番組だけだという。メジャーリーグ評論家としても知られ、日本のメジャー2タレントの第一人者でもあり、メジャー39弾の選手名鑑を発売するほど精通していた。2001年当時、メジャーで通用する日本人選手として、当時西部に所属していた松井和夫を挙げた。また、アメリカンフットボールにも造形が深く、 NHKBS1 で NFL 中継のゲスト解説を担当したこともある。サンフランシスコフォーナイナーズのファンを公言していた。2009年2月12日、同年4月に OK プロダクションが設立40周年を迎えることを機に、OK プロダクションが小泉と縁が深いイーストの完全子会社となり、同時に小泉自身も OK プロダクションの取締役会長を退任し、 代表取締役だった小泉の実定で秘書の大橋哲也も相談役に退いている。2013年10月13日、次女の豊田千香と共に横浜ジャズプロムナードに出演した。2015年10月24日には長女の大橋美香と阿佐ヶ谷ジャズストリートで共演している。2005年5月、胃がんをあずらっていたことがわかり、6月に摘出手術を行った。 2013年11月、中咽頭がんを発症して起出手術を受ける。2014年11月、肺と食道の間にある、重角のリンパ節に腫瘍が見つかり、放射線治療を受ける。2015年5月18日、肺がんの手術を受け、右肺の約3分の1を適出。2015年10月14日、重角のリンパ節に2箇所発見された腫瘍の、 除去手術を受ける。手術から5日後の10月19日には、ゲストとして、徹子の部屋の収録を行った。2015年11月3日、腸閉塞の疑いで入院。13日に一旦退院した後、27日に、再び入院。30日に回復手術を受けた。軽い腸閉塞で、がんの転移もなく、手術は成功した。12月9日に退院。 21日放送の TBS ラジオ、六助視店発等九十部へのゲスト出演が予定されていたが、リンパ節除去手術の影響で声がかすれることから出演を見送った。その後、2016年2月4日、放送分の徹子の部屋に A 六助と共にゲスト出演している。二千十六年二月には、左ビク内に新たな癌が見つかり、外科手術を避け、 抗がん剤及び放射線による治療を行った。その後も闘病しながら活動を続けていたが体力の低下を感じて2016年3月27日に入院。4月5日に一旦退院して在宅介護に切り替えたものの在宅介護の医療機関によるモルヒネ系鎮痛剤のご投与により極端な体力減退に陥り4月11日に 都内の病院に緊急入院し、5月下旬には集中治療室に入っていた。週刊現代で連載していたコラムも6月27日発行号掲載分で、腰体悪化を説明し、気力も体力もないと連載を終了。2016年7月12日午後9時29分、急性呼吸不全のために入院先の千葉県の病院で死去。82歳だった。 法名は、小泉ん、釈活動。艶と葬儀は親族のみで済ませ、9月5日に、大橋巨泉を偲ぶ会が開催された。2月に、鉄子の部屋で共演した、親友、a 六助は7月7日に他界。公表されたのは、小泉の死の前日の11日であった。小泉の不法に最終急遽7月20日放送の、鉄子の部屋では、2月4日放送の a 六助と、 出演した放送文は放送した。小泉の不法を受け、芸能界では追悼のコメントが多く寄せられた。クイズダービーのレギュラー回答者として小泉と共演した篠沢秀夫は、小泉さんは大物で真の天才です。竹下恵子は、私のコンサートや舞台、ドラマにもよくダメ出ししてくれたとそれぞれコメントした。また、指定関係でもあった石坂浩二は、 たくさんの小泉さんの姿と言葉が頭の中を巡っていますとコメントし、小泉がバラエティタレントとしての才能を見出したビートたけしは長島さんと王さんがジャイアンツの前世紀だとしたら、テレビの前世紀は大橋巨泉じゃないかってと7月23日放送の新情報7デイズニュースキャスターで語った。お別れの会は2016年9月5日に、 大橋巨泉さんを忍ぶ会と題して、東京都港区のグランドプリンスホテル新高輪で営まれた。忍ぶ会には、大沢春、石坂浩二、ビート岳史、タモリ、関口博竹下恵子、小倉智明、神田大虎芸能、スポーツ、政財界から約600人が参列し、長寿は王と関口が読み上げた。忍ぶ会が行われた会場には、 思い出コーナーと題し、小泉の看板番組、クイズダービーと世界丸ごとハウマッチの番組セットが復刻展示された。1956年には、ジャズ歌手のマーサ・ミヤケと結婚。2条儲けたが、1964年に離婚。1969年、14歳年下で当時、アイドルであった、浅野純子と結婚。ジャズ歌手の大橋美香と、 豊田地下は、マーサ三宅との間の娘、浅野との間には、怖いない。次女の地下とは、デュオアルバム等も発売している。孫に、タレントの大谷ルナがおり、彼女を含めて5人の孫がいる。名には、大橋ひろみがおり、フジテレビ、クイズ。ジッテレ級のレポーター、日本テレビ、クイズ笑って許して。の2枠回答者として出演したほか、 1984年秋には、おじの小泉と CF カードの CM にも出演した。実定の大橋哲也は、小泉の秘書で、OK プロダクションの社長を務めた。1960年代後半から1970年代初めに、かけては多くのレギュラーを抱えていたが、OK ギフトショップを開業した頃から、主要なものを除き司会番組をセーブするようになった。 1969年に放映された、パイロット一万年筆、パイロット万年筆エリート S の CM で譜面台の上で万年筆を走らせながら喋った、短火のキャップ力取れば杉ちょびれぎかきすらの葉っぱ、ふみふみというセリフが、当時の流行語となる。なお、小泉のセリフには、テイク2バージョンとして、杉しびの骨のすねに手はギリテラすらり、ペラペラ葉っぱの二の二。 の二の日ってなあ、よくないね。こりゃ、やっぱり、ふみふみだろうね。もうあった。このセリフは、小泉のアドリブだったと言われているが、一時は、小泉のモノマネを演じる際に、枕言葉のように用いられることも多かった。このセリフ後に、昭和万葉集に短歌として収録されている。小泉の著書、小泉人生の選択によると、 当時パイロット1万年筆は、同業他社との競争やヒット商品もなく、経営危機に陥っており、約800名もの大量解雇を決断せざるを得ない、瀬戸際に追い込まれていたのが、小泉企業のきっかけで、当初は全く別内容の台本が用意されていた、ものの、ありきたりのメッセージで、面白くもなんともないと小泉がクレームをつけたことから、自らアドリブで演じたのが、 葉っぱふみふみだったという。CM はこのアドリブものと、台本ものを両方収録し、パイロット側に見せて決定することになり、アドリブものが採用に決まった。また小泉は、同書でこのセリフについて、俳句の韻律とジャズのアドリブリズムが結びついて生まれた、もの、言葉に特に意味はなく、なんとなく、短くて、書きよい万年筆というイメージが浮かべばよかった。収録後に、 台本のを放映したら、この会社はダメだな、と、マネジャーに言った、放映から数ヶ月後に、会社のパーティーに招かれ、社長と、ー祖委員長の双方から感謝されたと語っている。小泉は、歌手ではないものの、レコードを出すなど、音楽活動は行っていた。主に競馬関連のコラムを、スポーツ新聞各紙の中央競馬面に執筆していた。勝負服は緑、白一本輪。 赤袖。当初は本名の大橋克美名義、1987年頃から大慶少子名義を使用した。所有馬には音楽関係の名前を付けることが多かった。晩年は中央競馬所属の所有馬はいなかった。ありがとうございます。